はい、ヒルビール放送局今日のアウトプット誠です。今日も私と一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。今日は、えー、とインシュリンと GI 値についてお話ししていきます。このポッドキャストでは日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指せるまこと江戸川誠がふだんを勉強してるねテキストをもとに皆さんにダイエットの ダイエッットトトににについいいいてててお勉強を一緒にしていくというアウトプット形式のものもなっていますこのテキストは各項目ごとにいくつかの問題という形で出題されててその問題を答えるという形をとってますなのでまあのんびりとねえー、っとお昼下がりまあ何時でもいいですがえっとお聞きになりながらそういうことってそういうことなんだっていうふうに のんびり聞いていただければいいなと思っています。はい。実際に始める前に、アウトプットって何だかって分かんない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとお話しすると、アウトプットっていうのは、自分で学んだことを人に伝えるっていうことがアウトプットって言います。はい。なので、まあ、あの、えっと、どういう効果があるかというと、自分が学んだことを相手に言うことで、しっかり自分の中で腑に落として、えっと、定着させるという効果があります。 さあ、今日の問題はどんな問題だか、早速やっていきたいと思います。今日の問題はこちら。今日の問題は、問題33。g i 値はカロリーと同じくらい気にするべきだ。さあ、出てきました GI 値。g i 値ここに至るまで何度も g i 値って言葉が出てきましたし、まあ、その度に g i 値ってどういうものかって説明してきたような気はしてるんですが、まあ、実際に g i 値がテキストで出てくるのはここなんです。 早速その GI 値の定義について勉強していきましょう、まあ、GI 値の定義って言っても、まあ、そんなに難しいものではなくえっとああなるほどねって分かってもらえば分か,れ分かればねそんなに難しいものじゃないんですがただあの日本ではねあんまり GI 値っていうものを認識されてないんですけども欧米とかねヨーロッパの方では、えっと、すごく GI 値ってダイエット をする上でものすごく重要視されています。最近日本でも、えっと、まあ、いろんな食品ね、チラチラと g i 値とか低 g i 値食品とか、そういうものが付くようになってきましたが、まあね、まだまだ認識が低く、私のね、えっと、一緒にお仕事している、えっと、20歳、21のね、女の子に g i 値って知ってるって、この間聞いたら、ん何それ。みたいな感じでした。<laughs> カロリーのことは知ってても、g i 値のことは知らないみたいな。 本来はカロリーよりもよっぽど GI 値の方がダイエットのダイエットにとっても重要な数値かもしれませんね私は GI 値を最優先にしてダイエットをしていますさあ大 GI 値のお話に行く前にまず血糖値が上がるとはどういうことかというのをちょっと確認しましょうまあ今更といえば今更ですが血糖値というのはもちろん、えー、と体の、ね、血管の中に流れる血糖値の量が そうまあ、血管の中の血糖の量が血糖値なんですけど食品からが口に入ると、えっと、すぐにね血糖値が上がっていきますはいそうまあその食品に含まれる糖分は消化管を通して血管に吸収されていきます、まあ、そうした時に急に血糖値が上がった場合どうなるかちょっとお話で確認していきましょう まあ、結値がね、急に上昇した場合、水臓からたくさんのインシュリンが分泌されます。はい。そのインシュリンに関しては前回、えっ、ー、と、昨日のね、後期の中でお話ししましたが、まあ、サクッと言うと、インシュリンは、 あの、体中のね、血糖値が上がると、いや、危険だってことで、一生懸命、その血糖を、えっと、筋肉とか脂肪とかに、まあ、ために貯めていくっていうものなんですね。なんで、インスリンが、バンバカバンバカ出れば出るほど、太っていくっていうことです。もう一回言いますよ。インスリンが、バンバカ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 たくさん出れば出るほど、太るっていうことです。はい。逆に、急激に上昇しないで、 緩やかに血糖値が上昇、血糖値が緩やかに上昇した場合はどうなるかというと、まあ、今度はね、膵臓、まあ、緩やかに血糖値が上がった場合、膵臓から少量ね、ちょびっとだけインシュリンが出ていきます。はい。全く出てこないってことはないですけどね。はい。ってことは、バンバカ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 出る血糖値が急上昇する状態と、ちょっとだけしかちょろちょろ しかインスリンが出ない状態だったらどっちが脂肪を溜めやすいか、まあ、それは分かりますよねもちろんあの血糖値がガバガバって上がった方が,もう脂,肪が蓄わ蓄わ脂肪をねいっぱいくことをインスリンが蓄えてしまいますということは太りやすいってことですねはいただね食品によってそこがねあの簡単じゃないんですよ 食品によって血糖値の上昇率が違うんです。はい。まあ困ったことにね。<laughs> まあ食品、食材、まあどちらにしても、えっと、入ってる、まあそのものによって随分血糖値の上がり方に差があって、その血糖値の上がり具合を数値化したものが GI 値って言います。つまりですね、GI 値が高いということは言い換えれば血糖値の上がり具合が早い。 食品だと,いうことです、はい、そう血糖値が GI 値が高いってことはもう一回言いますね、えー、と血糖値が上がりやすい食品だってことつまり GI 値が高いってことは食品の血糖値の上昇具合が高くて高いってことはインシュリがバンバカバンバカ出て太りやすいっていうことになりますまとめるとつまりこういうことです GI 値が高い食品とはつまり 太りやすいってことです。太りやすいんです。g i 値が高い食品は太りやすいんです。衝撃的な事実ですよね。だ。では、どういう食品が太りやすいかっていうのはまた別の機会にお話ししていきますが、まあ、意外なところだと、昔からあの、太りやすいって言われた、うんと、果物。果物は意外と血糖値じゃなくて g i 値が低いものが多いです。はい。で、 昔からあのんと太りづらいって言われてたジャガイモ。ジャガイモさんはね、意外と血、血い値が高いんですよね。さつまいもが低いんじゃなかったかな確か。うん。それはまあ、また後日、あのどういうものがどうだっていうのはお話出てきますので、そちらを参考にしてください。では今日の問題を振り返っていきましょう。今日の問題は、 GH i はカロリーと同じくらい気にするべきだ。イエスか,もかまあか。GH を知らない方だったらカロリーの方が重要でしょって思うかもしれないけど実際は GH i の方が重要です。はいもちろんカロリーもね、あの無視はできませんけど私は無視してますけどね。<laughs> はいじゃあ GH i とカロリーと同じくらい気にするべきだ。もちろんこちらはイエスです。はい 皆さんも GIH ってどういうものかっていうのを詳しく知ってより効率的なダイエットを、えー、と勉強していきましょうはいそんなわけで今日の問題はこちらで終わりですじゃあ明日の問題はというとこちらです明日の問題はある日のお弁当はご飯野菜の煮物油揚げ違う厚揚げ焼き鳥 太りにくい食べ方はご飯を一番最後に食べるイエスかノーか。さあ、どうでしょうかね。この中でパッと一番カロリーが高そうに見えるのはどうだろうどうだろうまあ、えっと、焼き魚 <laughs> やっぱりご飯なのかな <laughs> えっと、どうでしょうかね。皆さんイエスかノーか。 明日までゆっくり考えてみてください。そんなわけで今日はこちら、ここまでになります。現在やってるのは、えー、とテキスト2級相当の生活アドバイザーの内容になります。でこれが、えー、と40、問題40までが生活アドバイザーの範囲で、41からは1級のプロフェッショナルアドバイザーの内容になっていきます。 もうちょっとで、えっ、ー、と、2級相当のところも終わりになりますが、普通にね、生活してダイエット、ちょっと、ダイエットのことをちょっとね、詳しいよっていうふうな感じで、あなた花たかにお話できる感じは、2級ぐらいで十分かなと思ってます。1級になるともうちょっとね、より詳しく、えー、私、ダイエット結構詳しいよって、 あの、鼻高々々をもうちょっとツンツンって上げられるぐらいちょっと難しい内容になりますが一緒にのんびり勉強していきましょう。このポッドキャストは毎日12時に発信しています。また明日。よい、一日を。<laughs> じゃあね、バイバイ、まこねえでした。